痛い？足が痛くて。痛いの。なんでですか？そうね。なんで痛いかっていうと、はい、この前、はい、僕と、はい、梅ちゃんと、はい、矢島さん、ひろと男子のね、はい、ディレクターの3人で、うん、行きましたね。お食事に。お食事に行きまして、うん、で、なんだかんだ、うん、結構、僕お酒を飲みまして、だいぶペース早かったですよ。楽しくなっちゃってさ。まあそうなの。まあ、楽しそうでしたね。ね、だって待ち合わせしたのがまあ8時前ぐらいでしたよね。8時だっけ？8時か、ぐらいで、まあ、大幅に遅れてきたからね。まあ19時半ぐらいから待ち合わせして、1軒目出て2軒目出たのがもう2時過ぎとかだったもんね。そうだね。そこで僕は帰ったんですけど、その後が大変だったって、うん、矢島さんから。お便りが来てますけどね、梅ちゃんこんばんは。梅ちゃんと別れた後のスーパー西山タイムについてお話しします。梅ちゃんとさよならした瞬間からそれは始まりました。店から西山家まで歩くには結構な距離があり二人でタクシーに乗って途中で西山くんを降ろし帰るつもりでした、うん、そこで起こったことが、突然ラーメン食べたい、ラーメンって言ったので言ったのに無言ですき家に入るやたらチーズがけメニューを勧める。断固としてタクシーに乗らない。コンビニでポカリとヘパリーゼを購入。5分に1回のポカリタイム、ポカリタイムとは西山くんがいきなりポカリと言い、私が飲ませる時間ポカリの飲ませ方が悪いとすごく怒る。ここですね。サンダルだから足が痛いと言ってやたら止まる。サンダル脱いで痛いからおまじないしてとせがむ。覚えてないそれは。矢島さんによだれ玉垂らしたいと謎発言。バカじゃねえの。よだれ玉って何の質問には無視。突然立ち止まりフーフーという謎の時間。だいたい歩かないので矢島が押しながら移動、うん。神社を見つけていきなりお参りするという。私が何のお祈りをしたのかすげえ聞いてくる。出くわすすべてのコンビニに入ろうとする。これラジオのネタになるでしょみたいなめんどくさい表情を何度もする。やっと家の近くに到着したら、僕がタクシー捕まえますと言い、私がタクシーに乗って動き出すまで新入社員のように元気にやたら丁寧に見送る。こんな感じで1時間ほどかけてスーパー西山タイムが繰り広げられました。矢島っていう。ねえ。こんな感じだったの？覚えてない？あまり。一時間も歩いてたとは思ってなかったわ。でも確かに一時間後まで、ひょろっとグループに、西山のわけわかんない動画が投下され続けていましたけど。それを見て確かに記憶が、ああ、こんな感じだったかちょっと繋がるところがあったりしますよね。酔っ払うとでもそういう嫌いありますよね、あなたね。なんか、ね、でもこの時結構、結構酒も進んでいたってこともあったので、うん、今すぐタクシーで帰って寝たら二日酔いになっちゃうって多分思ってたんですよね。酔い覚まし。そう、酔い覚ましに矢島さんを利用して付き合ってもらいたかったんです多分ね。それがすぐ寝ちゃうから多分一人で帰ってたりしたからね。ね、うん、だから夜風に当たって、歩きたかったんだと思う、その時は。記憶はそんなないの、これ。全部は覚えてない。全部は覚えてないですね。おまじないのくだりとかは全く覚えてないですね。よだれ玉垂らしたいって何？わかんないですよ。なんか、その時の、なんか思いつきだったと思いますけど、ね。いやー、でもまあ、相当飲んでたからね。楽しかった。でも本当、楽しかったですね。ね、割と真面目な話も多かったですけどね。がっつりしてた気がしますね。僕は一滴も飲まなかったですけどね。レッドブル飲んでましたね。深夜にね。まだまだやる気だこいつと思うね。